人間の遺伝資源の創出、保護、研究、利用に大きく貢献したとして、国家レベルの研究プロジェクトで成功を収めた科学研究チームが3日、2020年国家科学技術進歩賞の伊藤賞を受賞しました。 上海市農業生物基金センターのラリ軍首席科学科が率いるチームは国内の多くの科学研究機関と共同で稲の遺伝資源の創出、保護、研究利用に関するプロジェクトの下で重要な研究を成功させ稲作に新たなアイデアを提供しています。高品質な品種を育てることは米の安定した高収穫のための基本です。 1950年代の単管化、1970年代の雑誌米の選抜と普及により、中国は米生産において2つの大きなブレイクスルーを達成しました。生産量は増加する中で科学者たちは、稲の生殖質資源利用効率の低さ、品種の遺伝的基盤の狭さ、大量の水の消費、水筒での肥料や農薬の使用量の増加などの大きな問題への即時の対処が求められてきました。 ラリ軍師が率いる SAGC の科学研究チームは20年以上かけて稲の遺伝資源の収集、保存、研究評価、革新的利用の作業を体系的に行ってきました。これまでに収集された稲の遺伝資源は計20万名以上に上る。その結果、中国における稲遺伝資源の保管量は130%以上増加しています。

農民の所得を押し上げ、農村の活性化と貧困緩和を強力に推進する役割を果たした科学者たちは、同時に少資源で環境に優しい農業産業システムの構築と中国の産業構造の調整に大きく貢献しています。